おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日の全国の天気をお伝えします。今日は全国的に晴れて気温が上がります。紫外線対策、熱中症対策を忘れず行ってください。それではアイコンで全国の天気を見ていきましょう。今日の全国のお天気です。沖縄は晴れて日差しが届きます。梅雨の中、貴重な日差しとなりそうです。今日はその他のエリアもしっかりと日差しが届きます。ただ関東の山沿いではにわか雨の可能性がありますので、念のため折りたたみ傘をお持ちください。今日は日中気温の上がるところが多くなりますね。朝晩と昼間との気温差、体感差にも気をつけて、熱中症対策は忘れず行うようにしてください。特に北海道は今日は季節外れの暑さとなります。道東エリアの内陸部を中心に真夏のような暑さとなるところもありますので、十分注意をしてください。また白樺花粉の対策もしっかりと行うようにしてください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。